みんな泣いてるやん。気まず。第1回オフデミー大賞受賞式。皆様ごきげんよう。オフデミー大賞司会進行を務めます人情なソンです。オフトユニバースがアニメ投稿を始めて2年が経ちました。今日はそんなオフトユニバースのアニメの中から数々の受賞作品を発表したいと思います。それではまず作者がお気に入り部門からの発表です。優秀賞は関西弁講座です。こちらの関西弁講座というアニメはオフトユニバースの一発目のアニメでございます。ただただ関西弁を紹介するというシンプルな内容ですが、作者はとても気に入っているとのことです。続いて作者がお気に入り部門の最優秀賞の発表です。最優秀賞はナンシーです。こちらのアニメは彼氏の謝罪から始まる電話が軸に進んでいくお話。見ていくにつれてオフトユニバースの世界観に引き込まれること間違いなしの一作です。それでは優秀賞と最優秀賞を受賞した作品の作者からのコメントです。まあ僕が優秀賞と最優秀賞を取るなんて本当に信じられないよ。あ、ごめんね。隣の客は柿を食うているのかとかね、ゆく年来る年の漫才も好きなんだな。言ってしまえば全部大好きなんだな。僕はまあ作者なんで全部面白いんだけど、まあ特に関西弁講座とナンシーは群を抜いているかな。関西弁講座を投稿した時はこれってこういう意味やったんやっていうね、お声をたくさんいただいたり、まだまだ知られてない関西弁を開拓していく余地があると分かったから、まあ、関西弁をね、まあ、オフトユニバースの代名詞というかね、まあ、オフトユニバースといえば関西弁みたいな感じにしていきたいなって思ったよ。まあ、あとはナンシーはね、作った頃から今にかけてずっと1位なんだな。 R1 とかでも通用しそうなぐらい芯が通ってるというか、脚本が綺麗だったな。 R1 を舐めてますよね。すいませんね。でもこの脚本を超えるものは未だかつてないかな。自分でも出来上がった後鳥肌立ったし、友達にも珍しくあれは面白かったねって LINE もらっちゃったよ。なのにあまり伸びてない。伸ばしてくれよみんな。この最優秀賞と優秀賞は実家で飼ってるチワワに捧げるよ。みんな本当にありがとう。ありがとうございます。以上、作者がお気に入り部門の発表でした。続いてはみんながお気に入り部門です。こちらはインスタやツイッターを通じて皆様のお気に入りアニメを聞いてみた結果をまとめてみた部門でございます。こちらも優秀賞と最優秀賞ございます。それでは優秀賞からの発表です。優秀賞は DJ サボテンのトゲトゲナイトニッポン。こちらはアニメではないのですが、オフトユニバースのチャンネル内で毎週月曜に放送されている DJ サボテンが DJ を務めるラジオ番組のことです。まあ毎週月曜って言ってもたまに休む時あるんですけど、みんなも参加できるコンテンツとなっております。それではみんながお気に入り部門最優秀賞の発表です。最優秀賞はお前がクーン会シリーズです。お前がクーン会シリーズとはその名の通り、お前がクーン会と言いたくなっちゃうようなシチュエーションにスポットを当てた作品です。さてみんながお気に入り部門優秀賞と最優秀賞を受賞した作品の作者からのコメントです。おお、まだ信じられないよ。僕がこんなダブル受賞するなんてな。うわ。I'm sorry. Sorry, sorry. ちょっと言葉詰まってもうて。すまんな。皆さんにお気に入りのアニメアンケート取ったとき、ま、結構幅広くね、まあ、こうバラバラで嬉しかったっていうのが率直な感想かな。まあ、偏りなく様々なアニメをみんなが気に入ってくれてるってことは、まあ、もうすごい強みやと思ってるから、まあ、オフトユニバースといえばこのアニメみたいな、まあ、代表作、まあ、昔はね、欲しいなーって、代表作欲しいなーって思ってたんやけど、まあ、もう今回の結果見たら、まあ、別に、まあ、なくてもいいかなっていう感覚に陥ったかな。ほんでね、DJ サボテンのトゲトゲナイトニッポンいうラジオ番組やらせてもうてんねんけど、まあ、結構たくさんの方に選ばれたのはすごく光栄なことですね。
ほんまに雑談感覚でやってるから、まあ、やっぱりみんなが参加できるコンテンツやから、まあ、まあそこが、まあ、要因になったんかな思うわ。まあ、サボラジはね、一本の動画が長い分、まあ、やらしい話、収益化のね、まあ、条件満たす再生時間の稼ぎ頭でもあるから、まあ、皆さんには10回ぐらい聞いてほしいなあいうのが、まあ、本音でもあるね。頼むわ。お前描く雲海シリーズは確か、まあ、回転寿司屋さんで思いついたかな。お皿に乗ってる寿司が全部なくなってたらっていう妄想してたら、寿司握ってる人が全部食べちゃってるんじゃないのみたいな、まあ、そういうアニメいいんじゃないのみたいな軽いノリで作って、まあ、曲も同時に思いついて、まあ、その流れで作らせてもらった感じですかね。あれなんかキャラ変わってきてるね。びっくりした。今気づいたわ。ちょっと戻そう。何やったっけ？どんなキャラやったっけ？この曲も結構耳に残ると好評でしてね。寿司屋さんに続き、バレンタインでも使わせてもらいましたよ。また使うかもしれません。お楽しみに。今日は本当にこんな素敵な賞をくれてありがとうね。またみんなの期待に応えれるような素晴らしい作品を作っていくよ。あ、最後噛んじゃって。ありがとうございます。みんながお気に入り部門の発表でした。ではここで特別部門の発表です。まずは低評価1番もらったでしょうからの発表です。1つ目はだるまさんが転んだです。そして2つ目は人参のモーニングルーティーンです。それでは低評価を1番多くもらったでしょうを受賞した作品の作者からコメントをいただきましょう。おー、別の意味で信じられないよね、これはね。わざわざありがたいですよね。まあ、僕はラブコールとして受け取るけどね。もう全部ラブコールだよ。もう高評価も低評価も、もうコメントも全部ラブコールだよ。もうだっていちいち見に来てくれてるわけでしょ？いや、本当にありがたいよね。まあ、どっちも低評価数は9なんですよね。ナンバーナインだよね。多くてナンバーナインだからね。ナンバーナインって言いやすいよね。まあ、ナンバーナインいい本なんじゃないかな。まあ、少ない方だよね。まあ、どちらも普通におもろいからね。まあ、見に来てよね。ありがとうございます。続いては、一週間を通して見てほしいでしょうの発表です。一週間を通して見てほしいでしょうは、放課後ユニバースです。それでは、一週間を通して見てほしいでしょうを受賞した作品の、作者からのコメントです。いやー、カニカニ、こんななんか大それたあんま、ない作品賞言うで、こんな大層なもんもろて、ありがたい限りです、あんま、カニカニ、ま、これはでもね、頑張ったんすよ、これ一番。結構もうしんどかったんですよね、これ編集が。編集しんどかった、言うてね。ま、一週間シリーズ作ってみたくてね、勢いでやったんすけどね。まあ、脚本が出来上がるのはいつも当日でしたね。あそこから声入れや言うて投稿してましてね。恋愛シミュレーションゲーム言うて、まあ、みんなやってるやないですか、あれ。まあ、ゲームとかもなんかちっちゃいゲーム機とかでやってるやつ。まあ、あれを YouTube とかでやってみたくてね、まあ。まあ恋愛シミュレーションゲームみたいに進めたくて。まあ、見てる方もね、選択できるシステムを入れてみたって感じですかね。で、ほんまにね、結構大変やってね、これ。まあ、ぜひ見てください。めちゃめちゃ長かったんでね。でね、また、その中から推しとかね、見つけてもろて、で、オフトユニバース、どんどん沼ってもろて、お願いしますわ、ほんまに。いや、ほんま今日はありがとうございます。続いては、編集大変だったでしょうです。受賞作品は、ゆるゆるクッキングと、根菜です。あ、もうちょっとキャラがなくなってきたんで、普通にコメントしますね。編集は全部大変なんですけど、まあ、この2つは特殊でしたね。まあ、全部のアニメを通してね、一番編集楽なのがサボラジです。みんなのお気に入り部門優秀賞に選ばれたサボラジです。サボテン回しとくだけでいいんでね、あれ。ゆるゆるクッキングはね、実写なんでね、撮影するのが大変なんですよね。撮影したデータをソフトに入れて、短くしてまとめてってやってるとね、必然的に工程が多くなって大変ですね。まあ、根菜はとにかく長いですね。まあ、本当に長いですね。まあ、実は根菜2021はね、あと 1.5 倍ぐらい長くする予定やったんですけど、
まあ、技術力的にまあ、足らずな部分があったりと、あと時間的に足らなかったのでね、まあ、コンサイ2022をもう少し頑張ってみたいなと思ってますね。まあ、ぜひ過去のコンサイも見てくださいね。はい、では次行きましょう。続いてはリズム賞ノミネート作品の発表です。ノミネート作品から最優秀賞を一つ選びます。ノミネート作品はお前が不運かい、お前が不運かい、夏祭りマジック、夏祭りマジック、これはただの演出、これはただの演出、知らんけどの4つです。リズム賞はこの4つノミネートされたんですけど、まあ、こん中やったら、まあ、知らんけどリズム賞に受賞したいと思いますね。まあ、理由はゴリゴリの曲やからですかね。まあ、作詞作曲初めてやってみて一番綺麗にまとまった曲っていうのもあるんですけど、まあ、最後の、まあ、知らんけどを歌い終わった後はね、達成感で涙しそうになりましたね。残りの3つ、お前が食うんかいとね、夏祭りマジックと、これはただの演出もね、素晴らしい作品なんですけども、まああれアニメがないと成り立たないっていうところもあってね、リズム賞は厳しいかなって感じましたね。でもどれも耳に残ります。マジでもう僕天才です。もう天才としか言いようがない。それ以外の言葉で例えようがないくらいですかね。まあこれからもどんどん曲は作っていこうと思っております。ありがとうございます。それでは、いよいよお布団ユニバースの中の優秀作品賞と最優秀作品賞を発表したいと思います。優秀作品賞はナンシーと関西弁講座です。最優秀作品賞はオートロ空運会です。それでは最優秀作品賞と優秀作品賞を受賞した作品の作者からのコメントです。おお、あ、ソーリーソーリー。まあ僕はね、アニメを作るときね、まあ言葉遊びとリズムを大切にしてまして、まあ、言葉遊びではナンシーが大きくになってると思うんですよね。でね、リズムはね、オートロック運会ですね。オートロック運会っていう歌があるんですけどね、その歌詞の中に出てくるね、体調具合悪そう、大丈夫、体調悪そう、お腹をさすってるっていう部分もね、言葉遊びを乱用してるんですよね。実はでバレンタインのそのチョコちょっと気になる、ちょこっとチョコチョコ落ち着きない、俺チョコ系も乱用していますね。この言葉遊びとリズムのねハイブリッドアニメこそオフトユニバースの真骨頂やと信じてるんですけど、まあ、でそれを一番体現してるのがオートロック運会になるんかなって思って、これを最優秀作品賞に独断で決めさせてもらいました。まあ、あとはね、関西弁講座は、まあ、初心に帰るためのアニメですね。まあ、最近はね関西弁講座出せてないんですけど、絶対近々新しい関西弁講座出します。お願いします。また出たら見てください。でね、まあそれらを踏まえて、まあこのような優秀賞作品と最優秀作品賞の結果になりました。ありがとうございます。以上、オフデミー大賞受賞式でした。皆さんもぜひお気に入りの作品や推しのコンサイを見つけてみてください。